ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君、実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。さあ、前回魔剣レオパルド戦に無事勝利し、2の大司教とともにこの牢獄に、ぶち込まれてしまったわけですよね。二の大司教じゃねえか。なんだっけこの人の名前忘れちゃった。どうすれば出れるんだろう。まあそうだよね、お兄さんが。あ、トルデさんたちが助けに来てくれるかな。あ、いいんじゃん、二の大司教だよね。そうだよね。あれ、どうすれば出れるんでしょうね。とりあえず話聞いてみようかな。あ、はい。若いのに煉獄島っていうんですね、ここは。マルチェロさんがぶち込んだ人が大半みたいですね。これ明らかに人骨。ここで生き絶えてしまったのか。あ、神父さんらしき人が。神にすら見捨てられた地。神よ、初めて心からあなたに祈ります。暗転して、寝てんのかな主人公は。怖いんじゃない。あれ、ヤンガスに話したつもりだったんだけど、その覇王の斧を使ってククールさん無言。考えるところがまだあるんだね。あれ、開いた。こいつがぶち込んだのか。その二の大司教様ですよ。眠っている。よく眠れんな、こんなとこで。時を知ることはできる。時間のようじゃ。交代の時間か。筋骨隆々、半端ね。日に一度交代か。うん、これがつまり。なんか言ってるけどダメ。俺を出せっつってんのかな。しょぼん。なに、これの繰り返し。ちょっとめんどくさいな。そして時間だけが過ぎていった。この人もでも手錠つけてますね。騒ぎ。やっぱ振動がたたったってことかな。
それとマルチェロさんが新しく統治してるのかな。1ヶ月もここに閉じ込められてるんだ。大司教に何か考えがあるみたいですけど、果たして。なんだよ、プレイヤーまで締め出すなよ。まあ自分なら間違いなくジェシカにイオナズンを唱えてもらいますね、牢屋に向かって。ああなるほどね。何ステップを踏んでるんだヤンガスは。阿波踊りみたい。黄金のロザリオ腹の中に、どういうこと飲み込んだのか。あ、そういうことね。今のうちだ、行け。ざま。ごめんね、感謝さんは何も悪くないんだけどね。誰かがレバー引かんと。レバーどうすんの。ここはニノさんだね、邪魔だから。やっと人間らしくなってきたな。まあ地上は任せんしゃい。大司教やるじゃん。自分大司教って言うだけあるよ。え？どうすんのこれ、やばくね。まあまた作り直せばいいのか。ついでに下にいた囚人さんたちはどういう意図があって。おう、トロデさん待っててくれたんだ。殺されたのか。マルチェロのせいだな、こりゃ。やっぱあの杖にもう囚われちゃったんですね。身も心もラプソーンに囚われちゃったんだな、マルチェロさんは。っていうことは対マルチェロ戦があるってことだよね。あ、ここだった。
ったんだね、煉獄島って。以前来たけど、でこれはどうすればいいのかな。じゃあとりあえず一旦セーブして終えますかね。これはなんだ、もうそろそろラスボスも近いのかな。それではご視聴ありがとうございました。次の冒険の記録でまたお会いしましょう。